た。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。今年最初の撮影になります、ここでは。そうだね。はい。速報だよね。はい。まあ、今年もよろしくお願いしますという、猫、ね、ちゃんと共に速報ですが、はい。はい、ちょっと、これは去年から待ってたっていうような、まあ、そうだね。ことですかね。まあ、ちいちゃんもこう、ここだけ開けて、名前だけ開けて、他書いて待ってたよね、これ。そうですね。ね、うん、で、今日、田中正義というね、はい。当初書き込んだけども。ね、もう事前に、こう、なんとなく新庄監督が、投手かな、うん、T がつくよ、みたいなヒントがあって、うん、それ本当なのっていうふうに思ってたら、うん、本当でした。まあ、田中正義投手ね、はい、プロ入りしてから、うん、まあ、そんなにあの活躍はできてない、まあ、故障に泣いてるというかね、うん、まあ、そういう投手なんだけども、はい、ポテンシャルは素晴らしい、うん、大学の時にオールジャパンで、はい、大学のオールジャパンで、はいはい、プロと対戦した時に、うん、あ、田中正義投手、うん、まあ、一応こう注目はしてたんだけども、うん、プロ相手に7者連続三振、うん、すごい。これ3年生の時に日本代表で、そう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 、ユニバーシアードで初の金メダルに貢献ということですよね。だからその時に7者連続三振を取って、うわすごいなと、うん、で、まあ、相手2軍の相手だったんだけども、はい、やっぱり一応プロで飯を食ってる以上、うん、こんなやられ方するかって、うん、まあ今のどのピッチャーなのかなっていうふうに考えると、うん、佐々木朗希に似たような感じがあったよね。ボールは速いし切れるし、スライダーは曲がるし、フォークは落ちるということで、はい、素晴らしいパフォーマンスだったんだよね。うん、で、このピッチャーは高校まで外野手だったんだよね。うん、そうみたいですね。そうで、大学入って、ピッチャーのキャリアを積んでいくんだけども、はい、これなんかあの再転校ということだから、はい、こう外野手をする前はピッチャーをやっていて、うん、っていうことですよね。だからキャリアとしては少し で、うん、でまあ高校時代は外野手としてね、うん、過ごして、でまあプロになって、あ、プロは大学行って、うん、こう本格的に投手を始めるんだけどもさ、はい、このやっぱこう、まあ、衝撃だったのは、うん、やっぱ佐々木朗希の13連続奪三振、うん、完全試合の時、うん、まあ、かぶって感じるんだよね。うん、そのぐらいの素質のあるピッチャーで、うん、ああ、プロ入ったらどこが取るんだろうって言ったら、まだ3年だったのよ。はい。その時はね。うん、まあ、それで、まあ、ソフトバンクが取ったわけだけども。この時にも、ちょっと、あの、エピソードがあって、うん、この年、16年のドラフト1位で、ソフトバンクに入るんですが、うん、この時は5球団競合。そう。その中に、実は今回の日本ハムもいてこう今回は思い人獲得みたいなところもあるみたいですよね。まあ、そうだよね、うん、それはやっぱりね、あのピッチングして見せられてて、うん、その印象っていうのはやっぱずっと消えるもんではなかったよね、うん、それだけあの7者連続三振っていうのは圧巻だったんだよね、うん、で取り方がやっぱこうなんていうの、ボールを見る限り、うん、まあ、とても当たるようなボールではないし、前には飛ばないだろうなっていうような、うん、そういうスピンのものすごく効いた、ボールも投げてましたし、うん、だから田中正義を日本ハムが獲得をするという、うん、で日本ハムで杉浦っていうピッチャーがいるのね、はい、ヤクルトから移籍したんだけども、はい、そのピッチャーもちょっと爆弾を持ちながらね、うん、肘かなんかに、うん、肘肩かなに爆弾を持ちながら、うん、でこう間隔を空けたりだとか、うん、いろんなことでこう使ってるんだけど、まあそういう使い最初は使われ方になるんじゃないかなっていうようなね、まあ、そんな感じがするんだよ、はい、あのということはこれは、今回中継ぎというような役割、まあ先発も中、まあ先発にするとやっぱ球種がちょっと足りないかなっていうね、うん、スライダー、フォーク、大体主にね、うん、それとまっすぐ3種類だから、はい、まあ、それだったら、まあ、中継ぎに抑え、うん、だから結局、日本ハムっていうのは、伊藤大海を抑えにしたい、うん、新庄監督の頭の中では、はい、でもその伊藤大海が、やっぱりちょっと先発でやりたいという、うん、まあ、そこら辺の押し問答がありながら、うん、まあ、田中正義を取ったということは、うん、やっぱ田中正義のそのボールを持ってすれば、うん、多分抑えはできると思うんだよね。うん、あのちゃんと投げれることができるとね、うん、ただその故障がちだということがさ、はい、まあ、すごく気になるところで、うん、でも持ってるポテンシャルは佐々木朗希と同じような、
ポテンシャルは持ってるピッチャーだよね。それが、まあ、プロに入って故障だとか、うん、そういうことで出し切れてはないけども、うん、そのなんていうのアマチュア時代与えた衝撃と、うん、まあ、佐々木朗希は、プロ入って与えた衝撃があるんだけども、はい、これプロ入って、まあ、あんまりいい成績も残せてないから、うん、でもちゃんとあの時の投球ができれば大学時代のね、うん、まあすごいインパクトの与えられるようなピッチャーになれるよね。まあ、じゃあ、田中投手としては新天地で、うん、こうそこにまで持っていけるようにして、うん、まあそうだね、こう新しいところでの活躍、うん、これどうなんですか、あの田中投手としては、うん、ソフトバンクというチームと日本ハムというチーム、うん、こう自分の立ち位置というか、うん、まあ、場所というのはそうだね、うん、ソフトバンクの場合は、はい、やっぱちょっとおかしかったりしたりだとか、うん、まあ、競争相手が非常に多いチームだから、うん、だからちょっとダメだったらこう育てるというよりももうそこ競争になっちゃうから、なるほど、だからその競争に勝たなきゃいけない、でもちょっと不安、あ、肘肩に不安があったりだとか、うん、そういうことで、まあ、ちょっと抑えて投げたりとかすると、うん、もうライバルにその席が取られるとかさ、うん、まあ、そういうこともあっただろうし、うん、まあ、日本ハムの方はある程度田中正義という投手を上げたとしたら、うん、マウンドに、うん、もうそこに頼るしかないんだよね、うん、今のところは、うん、ちょっと悪かったらもう相当なんかバーンと変えて、うん、いいピッチャー出せるから、だからまあ、そこら辺では責任は生まれてくると思うよ、日本ハムに。逆にそれを自分の責任感ということで生かせれるとでしょうか、うん、まあでもさ、うん、あの選手って、まあ、何の仕事でもそうだけども、うん、責任を与えられるっていうのは、うん、その責任に責任を全うしようとする人間の本能みたいなものがあると思うんだよね、うん、だからそういう意味ではその田中正義に責任を与えたらどんなピッチャーになるんだろうっていうのは、まあ、今からでも楽しみだけどもね、うん、よく豊さんこう打者の話でも、うん、こう全く調子が上がらない時、まあ、バントでも何でもその人に役割を与えてこうモチベーションを上げることも大事っていうような、うん、貢献させていくというね、そういうのになるといいという、うん、まあそうだね、ところですかね、だからその人的保障で獲得で、うん、田中正義を、うん、日本ハムに、うん、が君のことを欲しいって言ってると、うん、ね、まあ、田中の中に頭の中にあるのはやっぱこう先発というよりも、うん、まあ、中継ぎ抑え、うん、できれば抑えの席が空いてるってすぐ思ったと思うんだよね、うん、でおそらく田中選手と新庄監督が電話で話してるかわからないけども、うん、やっぱセットアッパーが抑えてて君の力が必要で取ったっていう、うん、おそらく話はしてると思うんだよ、うん、でやっぱこう28歳っていう年を考えて、はい、まあプロであんまり成績を残せてない、うん、でもポテンシャルはある、うん、でも日本ハムってすごく働きやすい環境にあるし、うん、あの新庄監督はおそらく田中正義はうまく使っていくと思うんだよね、うん、でやっぱ登板方にならないように、うん、まあできるだけいいコンディションの中で、うん、でもまあもういけますっていう田中正義が言えば、うん、おそらくフル回転でいくと思うけども、うん、だから日本ハムもあの二刀流もうまいし、まあそうですね、故障者の扱いもうまいんだよね、うん、なるほど、うん、騙し騙しいけるっていうことで、うん、でも君の素質は信じてるよっていうことをずっとなんか感じさせてくれるような日本ハムのチームだから、うん、チームカラーだから、うん、だからすごく田中正義にとっては、うん、あ、働きやすい環境に移ったかなっていうふうに思うよね、うん、またこれ、うん、こうね、日本代表に選ばれるような近藤選手の人的保障というところでもちょっと、うん、あ、僕はっていうような気持ちにはなったりするもんですか、まあまあ、いや、やっぱりやっぱ誰の相手かっていうこともあるし ね、 そうですね、うん、ただやっぱり必要とされていくわけだから、うん、だからすごく名誉に感じてね、そういうことですよね、うん、俺は言ってほしいと思うし、うん、そんな風に感じます、まあ、そうだよね、うん、まあそれとエスコンフィールド北海道、そうです ね、 ね、まあ、いよいよ完成ということで、そうそう、日本一の球場というね、うん、触れ込みもあるし、うん、まあ、そこで投げれるというね、うん、こともモチベーションにしてね、うん、ちょっと頑張っていってほしいなっていうふうに思いますけど、まあ綺麗な球場で心機一転、全くね、九州から北海道に移り、確かに端まで動いたからね、なんか中途半端な移動よりはもうこれはガラッと心入れ替える、うん、こともできそうですよね、うん、
まあまあずっと待ってたけども、本当にここをこう開けて、ここをじいちゃんこれ全部書いといて、ここだけ記入するだけの状態で待ってて、そうですね、なんかいつ発表になるかわからなかったんで、まあ豊さん一人でもなんとかできるように看板は書いておりましたが、そうだね、はい、また綺麗な田中正義という字で書きましたけど、ちょっと ね、まあ猫ちゃんがなんかちょっとあんまり納得いかないんですけど、まあまあでもあのおじいちゃんはまあ今年もよろしくお願いしますということで、はい、まあそこをお届けしました。はい、はい、頑張ってね、田中投手頑張ってください。はい。